将軍宣下とは、天皇が武家政権の長であり、日本の統治体験を行使する征夷大将軍職に任ずる儀式のこと。武家政権の長は自己の軍事力によって政権を獲得して、封建制度的な土地所有と法律による支配を実施した。だが、その政権及びその長としての公認は未だ、中央権力としての地位を保っていた天皇による将軍宣下によって、現実的な権力と貴主制の承認によって、初めて確立し得た。もっとも、鎌倉幕府においては原則として、将軍宣下は行われていなかったと考えられている。これは当時、宣下という手続き自体が、京都以外に在住した者に対して行われた事例がなく、鎌倉に住んでいた源頼朝以下鎌倉幕府の歴代将軍は、耳目によって部任されていた。ただし、耳目によって任じられる官職は、原則的には、官位相当が存在していること、また執権北条氏によって、京都から新たに迎えられることになった宮将軍は、将軍宣下を受けていることは注目される。征夷大将軍の事例の例3品、宗像親王。右久大臣選兼親王与征夷大将軍。建長4年4月1日大劇中原阿孫子兼、捧ぐ。3品、宗像親王。右、左大臣の線をかぶるに、白。九段の親王、よろしく征夷大将軍になすべし。建長4年4月1日大劇中原阿孫子兼、奉祀る。征夷大将軍の事例の例左馬頭元阿孫、義春。宇宙弁、藤原阿孫子停電線。兼大納言兼太宰兼宗津藤原阿孫公、上線。捧ぐ直兼陣よため征夷大、進む軍社。大永元年12月21日主殿頭兼、左大師匠、慶秋宿禰久志捧ぐ。左馬頭元阿孫義春。宇宙弁、藤原阿孫子停電へ乗り。兼大納言兼太宰権の措置、藤原阿孫公上乗る。直を奉るに、九段時によろしく征夷大将軍になすべし者。大永元年12月25日主殿頭兼、左大師匠、慶秋宿禰久志奉る。近世に入ると、朝廷の権威が失墜して、代わりに、近中並公家諸法度などによって朝廷にすら、支配権を及ぼして、公儀の体制と、封建王的な地位を獲得した、徳川宗家でさえ、その支配の正当性は天皇による将軍宣下に依存しなければならなかった。事実、徳川宗家当主が、家督相続直後には単に、上様と呼ばれ、将軍宣下によって初めて、正は源氏という権門の長である資格を証明する、源氏長者の地位を公認され、同時に国家的受験行為が行われることによって、公方様あるいは将軍様となり得たことが示している。そして、実際には、封建王的存在として朝廷すら支配していた、徳川将軍でさえ、将軍宣下と上洛三代の時には天皇を、王、将軍を覇者とする秩序に従っていたのである。征夷大将軍の事例の例兼大納言元阿孫、家宣。宇宙弁兼東宮大臣、藤原阿孫、益光伝線。兼大納言、藤原阿孫元、勝線。捧ぐ直兼陣よため征夷大、進む軍社。宝久6年4月2日、修理東大寺おさらぎ長官主殿頭兼、左大師匠、慶秋宿禰昭弘捧ぐ。兼大納言元阿孫家宣。宇宙弁兼東宮大臣、藤原阿孫、益光伝へ乗り。兼大納言、藤原阿孫、元勝乗る。直を奉るに、九段時によろしく征夷大将軍になすべし者。宝永6年4月2日、首里東大寺大仏長官主殿頭兼、左大師匠、慶秋宿禰昭弘奉る。将軍宣下の際は、江戸時代の大半を通じて、江戸城に勅使が赴き、将軍が上座、勅使が下座に立って、宣下を行ったが、幕末期には、皇室、公家の権威が、尊王思想の影響で回復を遂げたため、徳川家茂以降、勅使が上座、将軍が下座となった。ありがとうございます。